どうも、散財系 YouTuber の柳橋優と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回はアットコスメで買ったものとか、まあその他いろいろで毎日メイクということでですね、先日アットコスメの爆買い動画をアップさせていただいたんですが、そこでコスメとかをいろいろ購入しましたので、最近の毎日メイク的なものを撮っていきたいと思います。ということでスタート。なんかうっそとうるさいかも早速メイクを始めていきます。最近ですね、まあ、自分比ではあるんですが、結構真面目な動画ばっかりを出している気がしているので、今日はゆるく雑談とかを交えながらメイクをしていけたらいいなと思っております。ということでベースメイクです。まずはこちら、ディオールのプレステージホワイトルプロテクタ UV ルミエールのシアーグローです。これはアットコスメの購入費とも全然関係ないんですけど、めちゃくちゃ気に入ってリピートしているやつですね。もうこれ2本目なんですけど、2本目ももうなくなりそうです。こちらなんかこんな感じのピンクベージュのお色でございまして、化粧下地なんですが SPF50 プラス PA4 プラス入っていて、日焼け止め効果もあるのでよく使ってますね。でそんなに肌補正効果があるタイプのものではないんですが、私が使ってるこのシアーグロータイプは分かりますかね、このツヤンとした感じになるんですよ。塗る前と全然肌のツヤ感が違くて、そこが気に入っています。色補正効果も多少あるので、普段メイクしないよって時もこれだけ塗ってお外に出たりしていますね。ピンクベージュなので血色もよく見せてくれるので結構気に入っています。気に入ってるからリピートしてるかこれをですね、簡単に手で全体に伸ばしましたら、水を含ませたスポンジでなじませていきますね。これはこの間アトコスメで購入したロージーローザのスポンジですね。これでポンポンとすることで崩れにくくなりますし、目の際とかをこうちょん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 ってやってあげると余分な油分とかを吸い取ってくれて、アイメイクがね崩れる防止になるので、ちゃんとやっていきます。こんな感じですね。肌にツヤが入るだけでやっぱり全然違いますね。そうしましたらファンデーション、こちらテラのスキンラディアントグロークッション 2141 ローズバニラのお色ですね。これもこの間の動画で買ったやつですね。中はですねこんな感じになっておりまして、まあ普通のクッションファンデですね。もちろん付属でパフがついているんですが、さっきのこの水ありのスポンジで塗っていきます。これは好みだとは思うんですけど、私はこのスポンジを使った方が薄くまんべんなく綺麗にファンデーションが塗れるので、だいたいいつもこういうスポンジを使って塗っています。簡単に今塗るとこんな感じですね。まあ、塗ってない方と比べるともちろん塗ってる方が肌の補正はされているかなと思います。ただものすごいカバーするような感じのファンデーションではなくて、薄付きでツヤ感のある仕上がりですね。私はそういう方が好きです。全体塗るとこんな感じですね。程よくツヤがあって綺麗な仕上がりです。で今ちょっとここにポチッとできていたり、私この目の下血管があるんですが、こういうのはカバーしきれないので、もし気になる場合は別でコンシーラーとかを塗っています。せっかくだから今日はコンシーラーも塗っていこうかな。ということでコンシーラーはこちら RMK のフローレスカバーコンシーラーですね。これ中はこんな感じで2色入っているんですが、ケースとこの中身は別売りで、この色は自分で選べるんですが、これ何色と何色にしたのかちょっと忘れちゃいました。1個は黄みがある色で、1個はまあ普通のピンクベージュっぽいお色にしています。でこちらロージーローザの筆を使いまして、まず目の下ちょっと暗いのを明るくしていきたいので、こっちの方のお色を塗っていきます。このコンシーラーもアットコスメの購入品とかとは全然違うんですが、こんな感じで塗っていきます。暗さが気になるところにこうやって広げていって、先ほどのスポンジでなじませていきます。ベースメイクはとにかく薄く薄く仕上げるってことを常日頃意識しています。そうしましたらこのおニキビさんとか、私はこの鼻周り赤みが強いタイプなので、そこはこっちの黄色を入れていきます。赤みがあるところに同じようなピンクとかを入れちゃうと余計赤みが目立っちゃうので、そういったところはこういう黄色っぽいものでちょっとカバーしていきます。逆に例えば青クマとかが気になる人とかだったら、赤みが強いコンシーラー、オレンジっぽい色とかですね、そういうのを入れていくと結構綺麗にカバーできたりするので、自分の肌悩みに合わせてコンシーラーのお色を選ぶといいかなと思
思います。とはいえ鼻周り崩れやすいのであんまり厚塗りはしないです。厚塗りしちゃうと毛穴落ちして汚ってなるんで、おでこのところちょっとさっきちょんちょんってしたので、ここを少しなじませて、中心を触るとまた赤いのがこにゃにゃちわしちゃうので、周りだけちょっとなじませていきます。おニキビさんはいつもこんな感じでね、周りの外堀のみしっかりとなじませていきます。こんな感じかな。まあ、多少色の差があっても赤みが見えてないだけでいいかなと思ってるタイプです。ということでパウダーですね、インウィのルースパウダーでございます。こちら中はこんな感じになっていて、まあ一般的なルースパウダーの形状です。これをですねちょっと大きめの筆にしっかりと含ませまして、そしたらこの筆を蓋にまた持ってって、さらにこの毛の中までしっかりと粉を含ませます。含ませたらちょっと軽く余分な粉を落としてからお顔に塗っていきます。塗る場所は、私は前髪があるのでおでこと眉毛、目元、そしてフェイスラインに軽くです。この辺はほぼパウダーは塗らないです。最後本当にちょっと残ったので小鼻を押さえて完成です。いつもこれぐらいしか塗らないです。このインウィのこのめちゃくちゃ粒子が細かくてパウダー感はあんまりないんですが、やっぱり厚塗りしちゃうと肌のツヤ感がちょっとね消えがちなので、私はこの程度で押さえてます。そうしましたらばこのぐらいの小さめの筆にまたパウダーを取りまして、今度はまぶたの際、そして下まぶたの際までしっかりと塗っていきます。これは何でかっていうと、この後私ねしっかりとぶっこいアイメイクをしていきますので、そのアイメイクさんたちが崩れないように油分バランスを整えていくためです。まつげしっかり上がらないよっていう方いるじゃないですか。そういう方って意外とまつげに油分が残ってたりするんですよ。なのでまつげにもお粉しっかり塗ってあげてください。そうするとビューラーですごく上げやすくなります。ということでこんな感じでパウダーが終了です。めちゃくちゃ汗かいてきたな、なんでだろう、暑い久しぶりのメイク動画ですごい緊張してて、ゆるくやってきますねって言いながらもなんか一生懸命やってる自分がいる、どうしようそうしましたらはお待たせいたしました、アイメイクでございます。アイシャドウはじゃーん来ました、トムフォードのアイカラーコード 03A というお色でございますね。これはこの間のアットコスメ動画で買うか買わないか最後まで悩んで結局買ったやつですね。中はこんなお色でございます。おトムもう何回か使ったんですけど、発色というかこう粉のつき方がトムだねっていう仕上がりなんですよ。やっぱり綺麗だなって思います。まずはですねこちらの一番明るいお色を、筆でもいいんだけど私手に取ってつけるのが好きなので、手に取ってふわっと目元入れていきます。で塗るとこんな感じですね。ちょっとね私の iPhone インカメでは伝わりにくいかもしれないんですが綺麗ですちょうどいいラメ感、ツヤ感が出て発色もいいですし、しっとりした粉質なのでまぶたにちゃんとピタッとくっつく感じが私はすごい好きです。プチプラのアイシャドウも愛用していてすごい好きなんですが、この粉質はやっぱり高いだけあるなっていう印象です。そうしましたらばこちらのお色をアイホールのくぼみあたりまで塗っていきます。私ね正直アイシャドウあんまり上手じゃないのよ昔から私の動画を見てくださってる方は想像がついてると思うんですが、多分上手じゃないでも上手じゃないんだけど、私はこの塗り方が一番好きだから、誰に何を言われようともこれをずっと貫いてやっています軽く広げましたらブレンディングブラシとか言われるものですかね、そういうのでわーキャーってやってきますね。これ結構アイホールド全体までいってますねくぼみとはって感じですけど、もうこの辺は気分ニュアンスです。もう少しメイク感を抑えたいという方だったらここまで広げない方がいいかなと思うんですが、私は結構広げちゃうのが好きですね。色味的に言うとちょっとオレンジっぽい仕上がりですね。そうしましたらばこちらのお色を細い筆に取りまして、目の下にも入れていきます。テクニックとかないです入れていきます。黒い目ん玉の終わりぐらいまで黒い目ん玉黒目の終わりぐらいまでですね。まあこんな感じ、ちょっと
私は目尻下げたいので、ここも少し伸ばしていきますね。そうしましたらば、このお色をですね、まぶたの二重幅ぐらいですねに塗っていきます。もうこれもいつも通りですね。こんな感じですかね。もう汗をかきすぎて今サウナにいるのかなって状態ですね。大変痩せちゃう。暗いのを塗り終わりましたら、また先ほどと一緒でブレンディングブラシでちょっとなじませていきます。はい、ということでこんな感じでアイシャドウが仕上がりました。色が綺麗ですね。そうしましたらば、1回目は終わって次眉毛に行きたいと思います。眉毛はこちらスイーツスイーツのアイブロウワックス04番でございます。でそれをこのロジーローザのアイブロウブラシに取りまして、まあ適当にピャッピャーって描いていきます。練りタイプのアイブロウ初めて使ってみたんですが、普通のアイブロウパウダーとそんなに大きな差は感じてません。私が鈍いだけなのかな。ダマになったりすることもなくて描きやすいですね。練りなので粉よりもこういう眉尻とかはすごく描きやすいイメージです。私この間これを最後ね、なんかまあいいやみたいな感じで買ったんだけど、このアイシャドウとは正直あんまり色が合ってないかも。この色自体は可愛いんですけど、このアイシャドウだと相性はそんな良くないよね。このアイシャドウだったらそれこそ普通のこっち系のねブラウンの方が合うかなとは思ってます。ちょっとさ、実験的にこっちで描いてみましょうか。同じアイシャドウで眉描いてみます。多分こっちの方が合うと思うんだよね。このパープルのアイブロウを使うならもうちょっとピンク系のアイシャドウの方がバランスがいい気がします。この辺もね好みだから正解とかはないと思うんですけど、ちょっとでごめんなさい、さっきのこのワックスの読みが混じっちゃったからよくわからなくなっちゃったんだけど。わかりますかね。これだとちょっと色差がありすぎて目元とのバランスが取れてないけど、こっちの方がバランスがいい気がする。だからちょっとこれは一回落としましょう。色味が悪いんじゃなくてアイシャドウとのねバランスが悪いだけなので、こっちもこのアイシャドウで統一しますね。紫系のアイブロウは欲しいなと思ってたので、他のアイシャドウを使うときに使いたいと思います。はい、ということでこんな感じで眉毛が完成です。でそうしましたらばビューラーをしていきます。ビューラーは資生堂のでございます。これもね特にポイントはないんですが、しっかりと根元から挟んでギューッと上げていくだけです。私は直角に上がったギュンギュンまつげが好きなので、しっかりとビューラーで上げていきます。まつげこんな感じですね。でそしたらマスカラ、こちらメイベリンのスカイハイ、お色は01番ですね。ブラシはですねこんな感じになっておりまして、このマスカラは何本もリピートしています。私は普段マスカラ下地等は使っていないんですが、マスカラ下地等を使わなくてもカールが落ちないこの感じがすごい好きですね。一度塗りでこんな感じでございまして、でですね、そうしましたらばこの粘膜のアイラインを引いていきます。こちらディオールのクレヨンアイライナーウォータープルーフです。中はこんな感じで削るタイプですね。こんな感じで粘膜をしっかりと埋めていきます。でこのアイライナーお正月ぐらいに買ったんですけど、本当に落ちにくくてめちゃくちゃ気に入ってリピートしています。でそうしましたらば、ちょっとホットビューラーで言うこと聞かないまつげたちを整列させていきます。どうしてもこの目尻のまつげさが上がりきらなかったりとか、あっちこっち向いてたりするので細かいところを矯正していきます。このあとめちゃくちゃマスカラを重ねていきますので、この初期段階で整列させとかないとダマの原因になったりまつげがうまく仕上がらない原因になるので、しっかりと言うことを聞かせます。そうしましたらアウトのアイラインを引いていきます。アウトのアイラインはこちらラブライナーのリキッドアイライナーブラックです。中はこんな感じのお筆ですね。実を言うとこのアイライナー今日初めて使います。なので初見のリアクションを見れます。人気ですけど私今まで使ったことなかったんだよな。どうなんだろう。リキッドアイライナーに求めるのは描きやすさはもちろん、とにかくにじみにくいことですね。というか私の目周りはにじみにくいことを第一優先としておりますので、これはにじみにくかったら嬉しいなと思ってます。
書きやすさはまあ普通かな。いやでもすっごい書きにくいって思ったアイライナーも正直私あんまりないんですよね。アイライナーのレビュー下手くそかよって感じですよね。結構これは固め？なんだろう、難しいっすレビュー難しい。こんな感じで私は目尻は長めにアイラインを引いていきます。まあ描きやすいですね信用性に欠ける感想を今言いましたが、描きにくい感じはないです。はい、ということでこんな感じでアイライン引き終わりましたが、まあ、発色も綺麗だしいいかなと思います。ちょっと落ちにくさに関しては現時点ではちょっとねわからないんですが、このペン自体がちょっと太めなので太い方が握りやすいとかっていう方にはこれいいかなと思います。はい、ということでアイラインが引き終わりましたので、次はマスカラをただただ2回も3回も重ねていきます。もうマスカラは私のメイクの中ではすごく重要な作業なので、とにかくしっかりとまつげに塗りたくっていきます。このメイベリンのマスカラは、まあ、全くダマにならないってわけじゃないんですが、たくさん重ねてもダマダマになりにくいので、その辺も私はすごく気に入っています。二度塗りだとこんな感じですね。今気づいたんですけど、冒頭で私今日はちょっと雑談もしながらゆるくメイクをしていけたらみたいなことを言ってましたけど、雑談何もしてないな割と真剣にメイクをしています。一人でメイクしながら雑談ができる方は素晴らしい能力だなって本当に思います。あ、これ今も雑談？じゃあ私も素晴らしい能力かな。はい、ということでマスカラを3度塗りぐらいしたらこんな感じでございます。そうしましたらば、先ほどのオトムのアイシャドウのこの一番明るい色を細い筆に取りまして、この目頭あたりに塗っていきます。目頭からちょっとこっちの涙袋まで袋をしていく感じですねすいません。この目頭にも少し伸ばしていく。ちょっとだけここに光を集めます。で、そうしましたらば下まつげにもマスカラを塗っていきます。これもゴリゴリ塗っていくだけです。下まつげ塗るポイントありますかってよくご質問いただくんですが、特にないですね。ただピチ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 ひたすら塗っていくだけです。もともと私下まつげしっかり生えているのと、多分向きがちゃんとこうやって下に向いてるんですよ、何もせずとも。だから塗りやすいっていうのはあるかもしれないです。なので下まつげさんがこうやってあんまり下に向いてない方とかは、まあ、先ほどのこういうホットビューラーとかでちょっとねこうやって最初に癖付けしてあげるとちょっとマスカラ塗りやすくなるかもしれません。はい、ということでこんな感じでアイメイクが完成です。まつげがバッサバサです。ほぼほぼメイクは完成ですね。私のメイク時間はアイメイクが8割を占めているので、目ができたらもう全部完成ですよっていうレベルです。そうしましたらチーク、こちら NARS のアフターグローリキッドブラッシュ。中のお色はこんな感じのラベンダーピンクみたいなお色ですね。これを頬にぴょん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 と入れていきます。これはですね、そこまで色がすごいつくっていう感じではないので、それが気に入っています。わかります？このジュワッと自然な血色感を足してくれるお色なんですね。ツヤ感も程よく出て、あれ？チーク塗ってる？塗ってない？みたいな、そんな感じの仕上がりになるのがすごい好きです。これは私の中でお風呂上がりチークと呼んでおりまして、お風呂上がりって自然に頬が蒸気するじゃないですか。そういう感じのほっぺたを作ってくれるので、これはね買ってよかったなって思っております。ほっぺたこんな感じですね。そうしましたらもう顔はほぼほぼ完成ですいつもの柳橋ゆいが参りました。そうしましたらやっぱリップを塗っていきたいんですが、全然アットコスメとかとも関係ないリップを一つ紹介したいんですが、こちらです VT のシカティンテッドリップバームですね。これこの間出先でリップがなかったので取り急ぎ買ったやつなんですが、中はこんな感じのピンクの色付きリップで、これが意外と色がつくんですよ。半分だけ塗りますね。こっち側だけ今塗ったんですけど、結構ちゃんとピンクなんですよね。
しかもこのピンクがすごい可愛くて、コンビニでこれ700-800円ぐらいだったんですけど、めちゃくちゃいいじゃんと思ってちょっと感動したので紹介してしまいました。今まで私こういう系の色付きリップみたいな、このエルメスのやつを愛用してたんですね。エルメスのやつは中がこんな感じで、まあ言ったらほぼほぼ同じなのよいやほぼほぼ同じって言ったらなんかちょっとね、いろんな語弊があるかもしれないけど、色付きのティントリップクリーム系のもので、色の出方もまあまあ似ていて、値段が全然違うから、まあ、正直こっちでもいいんじゃないかなって思い始めてます。若干エルメスの方が発色はやっぱいいかな、まあ、でもこっちも十分ね、色がついてるからまあまあまあと思って、私はまだこれ残ってるんで普通に使えますけど、もし色付きのティントリップバーム的なものを探してる方がいたらちょっとこれ試してみてください。全然アットコスメ購入品とは関係ない話でした。ということでこちらです。これはですね、ポール&ジョーンのリップなんですが、ケース別売りなんで、まあ、好きなケースを選んでください。でその中にまあ好きな色のリップを入れるタイプのものでございます。で私が選んだのが11番でございます。これはね結構ベタっとした発色でございます。発色が良くてめちゃくちゃ可愛いんだけど、ハベにかなりするのでちょっとハベにしやすい方ね要注意です。でもね色はめちゃくちゃ可愛い。ちょっと塗っていきますね。そのまんま直で塗るとわかります？もうベタってつきます。だからね普通に塗るとまあちょっと難しい感じなので、これを塗るときは筆とかを使って塗った方が綺麗に仕上がると思います。筆でうまく輪郭を取って塗らないと難しいかな。ということでこんな感じでとりあえず筆で塗りましたらば、このままだとちょっと唇だけ浮いちゃってる感じがするので、先ほども使ったこのロージーローザの筆で輪郭をちょっとぼかしていきます。トン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 と、これをすることによって肌と馴染むはずぼかすときに外側に広げちゃうとどん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 唇が大きくなっていってしまうので、外側に広げすぎないようにぼかしていきます。で外側をぼかしていくと内側が濃くて外側に向かってだんだん薄くなるグラデーションみたいのが簡単に作れるので、色の出方としては今っぽくなりますね。ということでこんな感じでリップが完成です。これ映像で見るとシュアカっぽい感じに映っていますが、実際はもうちょっと深い赤です。このリップの可愛い色が映像でできてないのがすごく悔しいんですが、まあ、こんな感じで仕上がりました。はい、ということでですね、髪の毛を整えてちょっとお洋服を着替えてまいりまして、こんな感じで完成です。で髪の毛はですねストレートアイロンでストレートにしただけです。前髪もストレートアイロンでシューってやってるだけです。本日着てるお洋服はですねアンクレイブのものでございまして、背中ががっつり開いております。今年グレーのお洋服トレンドなんですが、グレーを着るとちょっとね地味になりすぎてしまうという方もいると思うんですが、そういう時はこんな感じで唇に色を入れてあげてください。色を入れることによってお顔が華やかになりますので、落ち着いた印象のグレーのお洋服を着ても顔が負けないというか地味な感じにはなりにくいと思うので、グレーがあまり得意じゃないよっていう方はこういう赤いリップおすすめでございます。一応これはメイク動画だったので仕上がりはこんな感じですっていうのをちょっと画面のアップにしてみました。どうですかね、普段の私のメイクとほぼ変わりはない気がしますが、メイク感がしっかりある感じが冬っぽいというかホリデーシーズン感が出て可愛いなと思って、私は個人的には気に入っております。はいコメント力が本当に弱いですが、久しぶりのメイク動画でしたが楽しんでいただけたでしょうか。参考にしていただける部分が少なかったかなとは思いますが、楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。バイバイ。